サーチは大事っすね。まあ、うん、だってさ、この場面で、でもドッキリなしで、自分もタバコ吸いました。安沢太郎さんもタバコ吸いました。俺のマジ切りした動画を撮った方が良かったかもしれないな。それを撮って一回ワンカットして、みんなで落ち着いて、でったらーっての方がリアルかもしれない。俺の気持ちをなだめて、なだめて、なだめて、お互いなだめて、でったらーってやった方がリアルだったかもしれない。そういう ドッキリ動画が俺は大歓迎。打ち合わせの動画っていうのは俳優じゃねえからできない。だから打ち合わせ通りにしても、まあ気にならなかったらマジ切れするよ。